馬野修二は日本の技術者、著作家、工学博士、技術士、専門分野の論文、報告書のほか、国際政治や国際経済についての著書を多数、執筆した。父親は内務省官僚であり、朝鮮総督府の高官であった。山口県に生まれる。1931年、小学校4年生の時に、父親の体感に伴い、 朝鮮半島より内地に戻る。旧西松山中学校を経て、1946年、慶応義塾大学工学部応用科学科卒業。慶応義塾大学工学部大学院在学兼、東京大学第一工学部附属試験所職託。1949年、通商産業省に議官として入賞。1961年、通商産業省を退任後、 ニューヨーク工科大学教授に就任。アメリカ政府の技術開発に携わる。海水淡水化技術、高温ガス炉に関する論文等。歴史工学という故障は草柳大造による、形状符の封印。松山中学時代の思い出松山中学入学、参考書籍として、藤原はじめ、石油と金の魔術。草柳大造による、筆者紹介。 小室直樹による推薦文がある。藤原はじめ、アメリカから日本の本を読むに藤原はじめによる書評。文庫版に久門春平による解説。対談を中心とした協調。藤原はじめは石油を専門とするジオロジスト。一部に広瀬隆億奥万長者はハリウッドを殺す上下の資料が引用されている。なお、本書及び、 大日本技術帝国には小室直樹による推薦文がある。在海通信社間、月刊公論の連載、真相を読むを編集した著作。連載終了後は、月刊、ニューリーダーに寄稿。ネスタ、ヘレン・ウェブスター、ワールド・レボリューション、ザ・プロット・アゲンスト・シビライゼーションの簡約。カーティス・ビーダル、FDR、マイ・クスプロイテッド・ファーザー・インロー及び、カーティス・ビーダル、 アンソニー・ヒルダー、ザ・ウォー・ローズ・オブ・ワシントン、シークレッツ・オブ・パール・ハーバーン、インタビュー・ウィズ・コル・カーティス・ビーダルの官役。カーティス・ビーダルは、フランクリン・ルーズベルトの女性。後者の別役は、日本の危険に諸集。米国中央情報局による報告書、ジャパン2000の官役に解説を付した書。荒井信介との共著。ジェームズ・パーラフ、ザ・シャドウズ・オブ・パワー。 ザカウンシルオンホーリン・リレーションズ・アンド・ザ・アメリカン・リクラインの勘訳。ジェームズ・パーラフは、ジョン・バーチ協会の新聞、ザ・ニュー・アメリカンの寄稿者。勘訳者は、原書の内容の一部に疑義を呈している。石原漢字論集に、馬野修二による、小論収録。ありがとうございます。